えー、いろいろとねプロと用意して、えー、ただいま遠征中です、えー、ということでナッョジグのヘビゾーンちょっとね現場で 45g を使っちゃって45だけ手元にないんですけど2535本当は45までありますはいナッツジグヘビゾーン253545ぜひぜひお楽しみにで今回これも使って、えー、いろいろな魚を釣りました でそれはまたあのね現行の方で写真なんかも見ていただきたいと思うんですが面白かったのがえナッツジュグねちょっといろいろどうん、そしても現行のねあのナッツジュグでは合うものをする時の,あのハイスピードな巻きであるとかね えー、あるいは水深 50m60m はちょっと苦手なので深いとこでも釣れるようにこうスリムのロングですだいぶ随分シルエット違いますよた例えばこれ 45g なんですけどほらこんなに幅が違うでしょスリムでロングでより引き抵抗がなくはや速いスピードで引きやすいのと深いとこでもね速、えー、く落としやすいということですただその代わりスローリトリーブではこっちの方が圧倒的ないいアクションします こっちは少しねタイトアクションになりますので早めの釣りで,で65と45を予定して今プロとね寝る込み中ですだからこんなでっかい針釣りです青物うではいまあ、製品版のフックがねどういう形になるかは別として、えー、いろいろテスト中ですのでちょいちょいお知らせしますから楽しみにしておいてください